芸術が病気を予防し治療するというテーマでですね、 WHO 世界保健機関がジジュリドゥを演奏することは健康に良いと、注目してるんですよね。スマイリーチャンネル、はい、どうも、ジジュリドゥ奏者のスマイリーです。僕はですね、ジジュリドゥ奏者歴15年で制作者としてはね、8年間やってるんですけど、このチャンネルはジジュリドゥのね、演奏技術の、上達講座や、時にはね、ジジュリドゥ奏者と、コラボしたりですね、ジジュリドゥが楽しくなるようなね、情報を発信していますので、よかったらね、コメントや、グッドボタンやね、チャンネル登録を、お願いします。もしジジュリドゥをね、始めてみたい方は、僕はですね、プロ奏者の視点からですね、 FRP っていうね、あの強化プラスチックっていう言葉でですね、ジジュリドゥを制作していますので、よかったらね、概要欄の方からウェブサイトをチェックしてみてください。ということでですね、今日はですね、ジジュリドゥと健康についての、お話になります。僕はですね、この楽器を始めてですね、ジジュリドゥがすごく自分のね、体に健康にすごいいいなっていうことがね、たくさんあって、それをまあ演奏していてすごく実感しているんですけど、つい先日、イギリスのメディアの記事でですね、芸術が病気を予防し治療するというテーマでですね、 WHO 世界保健機関がジジュリドゥを演奏することはあなたにとって健康に良いと、注目してるんですよね。その中でジジュリドゥに関しては、睡眠時の無呼吸症候群に対してと、あとは喘息の改善にも効くという話なんですよね。記事の中でですね、オーストラリアの喘息の子供たちに対するジジュリドゥのレッスンが呼吸機能を改善することを示したということで、すごいですよね。国内外問わずだと思うんですけど、喘息やですね、無呼吸症候群ですごく苦しんでる方って多いと思うんですけど、なんかね、 YouTube 見てたら、あのカジサックもね、喘息持ちということなので、そんな人たちこそね、健康面を維持するという意味でも一度ね、ジジュリドゥを吹いてみてはどうかなと思うんですよね。今回の記事ではジジュリドゥだけじゃなくて、書道とか、管楽器の演奏とか合唱とかダンスに関して、精神的苦痛や不安を軽減する可能性、薬物中毒者の注意をそらす、うつ病の軽減、怒りの爆発、パニック症、または不安を引き起こす PTSD の副作用の軽減など、 WHO によれば、芸術は治療のために薬を飲むことや運動することと同等、もしくはそれ以上の効果を示すとのことでした。人はね、一度きりの人生の中で不安を感じてしまうこともあったりとか、なんか心が弱くなって薬にね、頼ってしまうこともあるかもしれないんですけど、一番いいのはですね、運動したりとか芸術方面でですね、楽しくね、健康になれるのが、まあ、一番じゃないかなって僕は思うんですよね。ぜひね、健康を維持するという目的でジジュリドゥを、選択肢にね、入れてみてはいいんじゃないかなと僕は思います。ということでね、今回はジジュリドゥは、科学的に見て健康にいいっていうお話でした。今日はそんな感じで、バイバーイ。